公園です。斜め右方向です。昭和シェル石油が目印です。あ、ちゃんとあるやん。そうなん、昭和シェル石油のとおり。ここで入るわけですね。斜め右です。一応車は混んでますが、一応流れてますね。千里方面の方が車多いです。大阪方面流れてます。だいたい30メートルぐらいの間隔でずっと一斉に40キロぐらいかな、そんな感じで流れてます。半渋滞、ちょっとこうなんかちょっと来るたらもうベタッと止まりそうやね。そうな、このまま続いてほしいですね。なんかでちょっとどっかがトラブるとベタッと止まりそうですが、このままずるずる行ったら割と早く着くかもわかりません。20分はちょっと無理かもわからんけども、そんな感じです。はい、新御堂を今ずっと南下しております。青木とか上信とか阪急オアシスとかが左側です。また大きなバイクが横通りました。これ400かな、あれの小さい先ほどのやつよりもね。そうそう、ドラッグスター、ヤマハの、店は上信オアシスです。阪急オアシスです。杉ドラッグっていうのもありました。よっちゃんが先ほどの、ドラッグストアの商品の多さにびっくりしてましたね。笹川はいかにも少ないと言ってましたまあそうでしょう、そら笹川薬局最初反対しとったやん、そこで買わんとやっぱりね、笹川に行くっていう。お飯東まで15分出ました。このね、ドライブスルーのスターバックス、今年できた。ああ、そうだった、なんかレンガの建物の、もうあれ、アコの専門やね、アコだけの、いや、あのね、コーヒーやかな。あ、コーヒーはそこだけやけど、駐車場はね、あ、なんかあんの、なんかコインパーキングみたいなやつで、誰でも止められる駐車場。あ、なるほど、なるほど。あったと思う。はい。この辺はマンションエリアですね、まもなく。これ駅が始まるんですから、ね、これが新御堂の、新御堂のね、上の何やろ、これ北大阪急行線の電車の線路、はいはい、面白いね、ここら辺線路はほぼそう、まっすぐ水平に近くしてるんやけど、ね、道路は上がったり下がったりするんやね、電車はできるだけカーブが使うように設計されてるってことでしょうね。これが名神ですよ、はい、この前僕ら大阪から京都まで行ったけど、ああ、ここ通ったわけやね。いや、ここは通ってない、あ、通って、あ、ここはあの、もうなんて池田ぐらいから吹田の間の道上がり、423号は新御堂です、国道です。名神南歩道橋っていうのがありまして、ここからまた道がだんだん上がってきて北急とこの辺で交差して、これから北急と同じような平面を行くよね、今江坂町っていう、あ、なるほど、下の道が交差点でした、はい、でこの辺も両壁マンションです。で、まあ、10とか10はないかな、7、8から10ぐらいのマンションがずっと並んでます。ポールスター、あ、ほんまやね、ブルーリボン車やったかな、確かに。まあね、あれ初期の頃そうやったね、はい、ホテルパークサイドっていうのがあります。それと、まあ、温室のようなビルがありますね。ビルね、はい、面白いね。これはもうずっと前からありますね、これは。はい、今駅通過です。江坂駅か、上りも下りもポールスターですね。こっから大阪市営地下鉄御堂筋線になるということです、ね。代々木ゼミナールです。あ、飛行機、まあ、大阪空港に行くやつ、ちょっとなんか飛行機でさーっと入ったような雲ですよね。今日はだから天気はいいんよね。本当そうやね、まあ、あんまりずっと良くないようなことも言うてないけども、今日は本当は昼から雨言うてたけどね、天気は。それで崩れるかもしれないね、そういう、なんかあんまり良くない感じやね、この雲の感じ見てると。ここでね、神崎川、合流しました。下から上がってくる道とで大阪市に入ったと。あ、なるほど。そこにね、大阪市のあの妙尽くしの塔が今見えるでしょ。あ、これやな、なるほど、あ、面白いでしょ、デザイン面白いね。あれ、あんなあんまり注目して見てへんわね。あれね、自転車で走らんと分からない。あ、なるほど、なるほど。それか、あるなるほど。なかなかね、見落としがち。あ、女性のライダー、ね、女の人ですね。ホンダの CB なんとか、2736とか言ってます。あ、大阪、やっぱり小型屋の女の子乗ってるちっちゃいね。そうやね、次もまた女の子、これは男性ですか、うん、は
い、同じぐらいかもしれませんね。これは川崎かな。ちょっと音が川崎っぽい。いや川崎ではないな。何やろ、ちょっと変えた音やね。はい、排気の筒がちょっと短く切ってるのかな。あれは違法やな、ああいうことしたらな。まあ、今日はまあこういう日やから割とあったかいからバイクの人が楽しんであるみたいですね。それと昨日ぐらい、今日ぐらいかな、会社休みの人も多い。あ、そうやろね。29日、おお、止まった止まった。はい、前は三菱です。珍しい、珍しい。どうしたどうした、なんで。そうか、次新大阪やもんね。うん、あの辺りで。あの、うわっとないな、バイク怖いね。こうやって見とったらほんまに、ね、バイクは言われるだけのことはしとるな。そうやね、東三国の駅です。ポールスターが今止まってます。その横を今我々トロリトロリと言っておりますが、いつの止まっても、まあ、電車結構混んでるよ。あ、混んでるか、うん、あ、なるほど。あの席はかなり埋まってるから。あ、ほんまやね。あ、まあ、立ってる人がちょくちょくおるような感じやね、うん、8000番台の車両やね、これ、うん、ポールスターっていうの、うんうん、ポールスターが8000番台なんだろ、多分。あ、かもわからん ね。お、これまたおもろい車、BMW、はい、サワイヤっていうかジェネリック、イサオや、イサオ、高橋秀樹さんの CM。 ちょっとごっつい顔の、ちょっとこの頃、もう5年ぐらい前、色剥げてきた、色剥げてきたね。今横通った、うん、そうやね。もうあの新大阪の新幹線専用のあれはできたんかな、ビルは。うん、作ってなかった、ずっと。あ、これなんか阪急のなんかカプセルホテルみたいなのができてるやろ。ああ、はい、カプセルかどうかしないけど、はいはい。で車庫に電車止まってます、うんうんうん、マクドナルドができてるね。あ、ほんまやね。あ、これが多分それちゃうかな。もともと阪急の駐車場かなんかとか、ここはなんとか阪急ビルとか入ってますよね。やっぱ阪急の土地だったのね。あ、ここに多分なんかホテルが入ってると思う。あの JR の、あ、この八尾から来る線がここに入ってくるんでしょ。おー、そうなん、そんな線があるんや。八尾の方からずっと、あの、この前見たらやってましたよ、工事。貨物線が、線だ、あの、いわゆる阪和貨物線、多分そうやと思う。あれがここまで来る、その駅も今作ったとか作らんとかいう、ホームが、まあ、JR とか言ってましたね。いろいろ拡張拡張で、まあ、かなりお客さんを集めて、ああ、心臓車両がありました、今、御堂筋線の、この駅は、これは南方だったかな。そうやな、うん、西中島は南方、南ガタやね、確か。ガタか、ガタだよね、なるほど。ガタやってるんですか。まあ、で、梅田が見えてきました。はい。右の方の前方に、あの、鳥タイプの、あの、空中庭園のビルが見えてます。で、これから、あの、新淀川の橋ですね。これ、3車線、プラス、追い抜く車線かなんか、そんなんです。橋の上を歩いてる人がいます。ユニクロの、これは左車線やったかな、梅新東、梅新東はどっちやったかな。おお、矢橋な、こっちか、中津天狗。あ、梅新東な、梅新東どっちやったかな。これね、ちょっと未だに俺よう分かってる。まあ、ここにちょっとなんか書いてあるような感じがするけども、はい、もうまっすぐ行きますわ、うん、はい。例の女の人のドクターリセラというまだあります。中津、ごめん間違えた、前よ、うん、ここはやっぱ左やった。ああ、なるほど。ナンバー淀橋の方へ行くべきやったの、うん、中津の方で降りちゃったから。まあいいんじゃないですか、もうこれね、間違えた、手前で降りたやったらいいや。そうやな、行き過ぎる。うわ、前の人すごいな、あれ。ものすごいな、前の荷物。多分、コーナーかなんかで。もう、カースクータータイプなんですけど。ヤマハの、何やったっけ、あれ。胸で抱くような感じの荷物を持ち込んでます。女の人みたいな感じだね。はい、自転車あり。はい、上に高速です。高速の屋根付きのような道路です。およそ 700m 先、右方向、大阪駅方面です。右折レーンがあります。右折レーンがあります。お、びっくりした。水が落ちてきた。天井から。何だっけ、あのバイク、ヤマハの名前忘れてた。
スカイウェーブでもないし、うん、フュージョンでもないし、ヤマハなんちゅうスクーターやったかな。やっぱり今毎日放送さんが声してるんちゃうかったな。あれが今度新しいシャークの、うん、ちょっとできてきた感じやね、うんうん、なんかこうまたガラスっぽいインパクトは前のシャークの方が、ああそれあるね。あれはこのあれに似てるね。だから今の流行りは、うーん、でもその当時のあれ20年ぐらい前かな、新シャーク、あの今のシャークできたの。ああそうやったかな。あのシャークができた時は鏡面が流行っとってん、ね、で今は現在2012年は中が見えるやつが流行ってんの、ね。この建て方はあの例の、うん、天王寺のあのビルの装飾に似てるね、あの高い300、ね、同じ会社がやってるんちゃうかな、うん、どうもなんかそういうような感じの化粧品のケースっぽい縦長の窓が半分透けたようなガラスで自然光を取り入れるっていうのが今の多分流行り、多分なんかああいうふうになったんだよね、うん、相変わらずガラス面が多い建物になりましたね、うん、地震の時これ一番困んねく上から落ちてきて、はい、交差点進みました、これが鶴野町北交差点です、MBS さんの前を通過しております。多分鶴がおったんやろね。あ、まあそらそやろ、鶴野郵便局っていうのがあるわ、この辺ね。おー、なんや、昔はここら辺も湿地帯やったから、湿地帯やったから、うん、およそ300メートル先、道右方向です。道右の右なんや、350メートルで右方向、うん、350メートル出てるから、これか道山右折やから、これは違うね、これ JR 環状線やから、うん、これまだ違う、まもなく、これ行ったらキューイングスのとこやから、その先350メートルで右方向です。はい、今 JR さんが上通ってます。こっちがあれかな、外回りなんかな、うん、だから環状線と、あ、そうかそうか、環状線とまた違うんか、なんか、ようわからない、ちょっと違うんよね、そのまま東海道線の方、まあ、京都まで行かんかったけど、ね、高槻ぐらいまで行っとったし、うん、ポートピア、梅田って、この辺なんか、社外場、そうやね、なんとか馬券があるとこみたいな、ね、ボート、ボート、あ、ボートか、あれね、うん、なんか、あれ、ボートの券は何て言うんやろね、船券かな、勝ち馬投票券っていうやん、うん、馬の場合は。うん、右です。ボートは勝ち船投票権かな。うん、何やろね。相関係の人もね、やっぱ毎日放送が近くにあるから、まあ、そうやろね、うん。多分オリーブさんがこの辺りよう通ってはるんじゃないかな。あ、かもわからんね。うん。ここは道山交差点。道山交差点、道山町って書いてるね。進入しました。道山町交差点。およそ300。こうやって見てると汚い人がたくさんおるな。まあ僕もそのうちの仲間やけども。僕らは綺麗な方やで、いやだやろ、新しくできた阪急百貨店が、あ、ほんまやね、ちょっとちょうど逆光で、あ、ほんまやね、カメラには映ってないかもしれんけど、かなりやっぱ迫力ありますね、あるある、うん、ガラス拭いときゃよかったね、これ忘れとった、ぬきっとした上空へ向かっております。あ、はい、タバコのポイ捨てですね、あの前の自転車、あ、最悪ですな、ああいうやつこそ引かれてちょっと痛い目に遭うと、あ、手突っ込んで片手運転してるやつ、俺、まあ、それあんなん引いてな、続いて阪急前右方向です、なんていうかこう警察に捕まる方もちょっとたまらんわな、すいません、あんなクズみたいなやつ、すいません、近いことは近いね、大林は、あ、大林はな、そうやね、けどちょっと途中で降りたの、まあ、いい、もう行ってもらった方がいい、今どこから来てんのやろ、救急車、どこか音がつかめないね、救急車の音もわからんよね、後ろかな、大丈夫か、いや、これね、救急車の音ってわかりにくいかなと、わからん、右です、はい、目の前に地下街から空気を吸い込んだり取り出したりする塔が出ております。はい、そして大阪駅です。あ、ここまっすぐやったのか、あ、斜め左です、左横、今救急車通過しました、大阪市消防局、あ、自転車です、すごいな、勇ましいですね、ちょっとタイヤの小さいやつ、うん、なかなかしっかりした乗り方してました、これも自転車、自転車も結構多いな、この頃やっぱりこの車道を走る人が増えてきたね、あ、今ここは前からちゃうかな、うん、それでも、ああ、また来た救急車、U ターンしたんかな、先ほどの、あ、かもしれんな、回ってるんかもしれんね、おお、これどうしたんかな、
例の352、うん、あれ何男ノー男ってあーしたねトラック珍しいな面白いアメリカのようなトラックですね、うん、いわゆるボンネットバス的なボンネットトラックなんて書いてるノー男、うん、2013年の2月9日おー何やろ、4軸3軸の不思議なトラックでした、ね、なんかあれかな目立つね、うんそのテレビ番組とかまあそうかもわからないね、まあ、もしかして映画か脳男男の男の脳男って書いてあった脳男って書いてあった、うんまあ、あんまり面白なさそうな映画やないやわからんで映画にしてもわからんわからんそれはわからんいや見る前からおもろない言うたら台がちょっとな気にならんねはい、これを右折です右折して何でもそうやけどやっぱちょっとこうはい、目の前のヨドバシカメラ、マルチメディアが見えてきました。隣に止まっているのが JR 西日本のバスです、もしかしたらあれかな、日帰り系かもしれないね、有馬温泉みたいな。ひょっとしたらこれ、あれやな、定期バスかもしれないね、路線とかになったから、珍しい、有馬温泉の定期バスなんてあんねん、みんなそこへ立ったね、行き先に有馬温泉、そして高架下です、高架下に渡っております。JR さんの高架下で前のバスが車線変更森口車庫行きのバスが車線変更しましたすごいトリッキーな運転かなりねあのこの前の京都のあのサビサビダンプカーのような運転やったねなかなか大したもんでこれもしかしてこれヨドバシの駐車場入る車ちゃうかなこの今僕ら止まってるこの車線が、ね、可能性あるよこれ多分そうやわそうでないとこんなとこも行くはずやろな なんでうまいことも我々行ったわけですけどその意味ではでもないんか曲がる車やったいや多分そうやと思うあの車はヨドバシ行かへんからおお抜けた抜けたはい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 さあどうでしょうヨドバシカメラ左前方ですまあやっぱり大きいですねここもねマルチメディアと書いております夜10時まで営業しております柴田町の交差点であれあれのあれを抜けましたねさあどういうように動くのか赤信号おおすごいですよあのフォルツァすごいねあれこそホンダな歩いてあの歩いたら 赤で行ってもいいのか、ね、いやあかんと思う多分なぜあんなことしてるのか、まあ、ガソリン持ってない、ね、エンジントラブルなのか不思議な車でしたあかもしれんね、うん、まだ歩いてますからあのままね歩いて行って、うん、ヨドバシカメラの駐車場に入れんねんああなそういう人ですか、うん、そういう人ですなるほどはいエアポートリムジンです関空から帰ってきましたよ関西じゃあ今から行くんか交通ん今から行くんか大阪あそうやねそこやね、うん、入るんでしょうこれもまた同じくエアポートリムジンです ね違う会社のいや同じ会社やけど色が違うね、うん、関空行くと違うんかなあもしかして伊丹とかかな、うん、柴田交差点、今すごい人が今横断してますちょっとこの中行くんもはばかれるうまいこと駐車場が入ればいいですがなぜかちょっと満員のようなうわーそこら辺りユニクロのシャツを着た人がいっぱいおりますねいやーこぶれてるな、ユニクロの羽毛の家庭用のシャツですが色はちょっと黄緑の色で僕もそれ着てるんですけど同じシャツが昨日からたくさん同族を見かけてますはいここでこれがやっぱりうん多分これがヨドバシやなねそんな感じやね、うん、ずっと、うん、前の信号青なんですけど進みません、うん、でタクシーも止まっあ危ない危ない今ぶつかってへんか止まってますねこれはここで待ちまたタクシーが車線を潰しているというこの、うん、このタクシーすごいやんこんなところで客下ろしてこれも初めて見たなこういうほら、うん、これやねこれですねこれが一番最後これですわはいはいまあ路上で駐車してるのもありますしまあこれも分からんでもないけどな、うん、それは急いでる人はこんなん、うん、姫路のナンバーは路上ですねラブ4姫路330、うんデルカ電化呼び出し1回2回さあ出るかな、はい、
いつも血液の車が止まってるところですが、そこに止めてますね。おー、何かバス。あー、こんだけあるね。K4 の、ホンダの K4 の後ろに着きました。今そこ、交通調査してる人いたね。あ、そうやった。信号のところ。あ、そうやった。うん。ほんまセブ、あ、これあれじゃん、サラダエクスプレスって、なんかどっかで聞いたことある。サラダエクスプレス。阪神バスとかで。そうそう、サラダエクスプレス。電車が突っ込んでいくもの。はいはい、気ぃつけます、はい、気ぃつけましょう。あと前の車もね。あ、これもね、ちょっとトロいね。いや、トロくない、トロそうか。こんなもんや。泉ナンバーの車です。俺らも泉や、これ。あ、まあ、泉同士仲良くやろうやってやつ、ね。いやいや。はい。左の方今、自転車なしです。うん、OK、大丈夫です。ステーブの前には通行車。物を食いながら歩いてる子が多いね。左大手です。中学生ぐらいの子でした。いらっしゃいませ。駐車券をお取りください。場内の案内表示に従って入場ください。案内表示じゃん。どこ開いてるか分からへんよ、これ。案内表示で言うても、開いてるとこは分からんぞ。開いてるとこはどこか分からへんね。どう案内するの？いや、案内はないやろ、基本的に。どっか空いてるところがあるから探して自分で見つけることやな、うん、今のところはどこもなかったね。あの、ようあるんが、あ、これか、ちょっと空いてる。いや、ここはあれやろ、俺ら車にしちゃうから止まったわ。ああ、そうかそうか、はいはい、前また車、前の方も捜索しております、うん、あ、これはあったんですね。今入ったと思った。入りましたね。なしです、ずっと左右なし。ここやな、じゃあこれちゃうか。これはちゃうでしょ。これ、あ、これそうやね。お前、これ行けるか、これ。さあ、どうやろう。まあ、ゆっくり慎重に行きましょう。ここまでの所要時間は29分です。運転お疲れ様でした。身を代わりて。いやいや、うん、はい、OK、はい、で、駐車場入りました。15時8分です。15時8分。